ところ歩くのとかやばいね、久しぶりすぎない？そういや、そうってそうでしょ。いやでもあれか、もう結構行ってんだっけ、台湾。台湾はね、ちょうど1年間。ああ、むちゃくちゃ行ってる。去年の5月の末から行ったから。はいはいはい。じゃあもうだいぶ慣れちゃってる感じか。そうね、ちょうど1年間、まあ2シーズン。はい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 。2シーズン、うん、2シーズン。はいはいはい。いやもう結構もう台湾も慣れちゃってる、なんて言ったらいいんだろう、もう慣れちゃってるから結構生活もしやすいし、生活もしやすい、落ち着いてみたいな。そうそう。ああいいね。結構ここ面白かったみたいなのあるの、台湾で。台湾、そう、行ったら5月末、うん、去年の5月末で、はい、ちょうどねその後ぐらいにね、うん、マルカメレディースカップっていう、女子の、ん、どういうこと？マルカメレディース、マルカメでレディースのボートレースの大会があって。あ、四国、四国とかで？マルカメ、あの、うどんの、うどんのとこ。はい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 。佐野木県、佐野木県、わかんない、県じゃないか、市？区？いや市？うどん言いなとも何県？佐野木うどんとかのやつでしょ。そう、はいはい、あれ何県だっけ？香川じゃなくて、香川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 県、徳香川県だ、香川県のはず。なるほどね。丸亀、そう、丸亀のレディース戦があって、はい、そうそう、それずっと見てた、去年の5月。いやいや、違う別に、去年台湾行ったばっかの時めっちゃ見てた。うん。で台湾、いろいろ出かけなかったの？なんか台湾の料理食べたりとかさ。いや、したけど、うん、だけども、うん、家で、はい、YouTube でそれ見てた。ああ、はいはいはい。なんで？面白くて。で、推しの選手がいて。いやいやいや、まあ、サネモリ選手。サネモリ選手。サネモリミユ選手。あ、女性かな？女子戦だ、レディース戦だ。ああ、そうかそうかそうか。そっち行こうか。サネモリ選手がいて、ハマって、で応援してて、その選手がまだ一回も優勝したことない。はいはいはい。何年ぐらいやってる？何年やってんの？わかんない。ああ。けどまだ優勝したことなくて。まあ、何歳ぐらい？そしたら。いや、何歳だろうな。比較的若い。20代前半。まあ、半ばぐらい。だと思う。半ば？なるほどね。やってますか。それぐらい。そう。あ、その選手が初めて、うん、ボートレースって6号艇なの。 6艇いる。6艇で並走するのね。そう、はいはいはい。だから比較的、うん、どの艇にもこうチャンスがあるわけ。はいはい。優勝する、競馬と違って。うんうんうん。ハル行くよ。ハル、ちょっと引っ張ってくるって。ハルおいで、行こう。ダメ、かっこ悪いよ、かっこ悪いよ、ダメだよ。まあ6号艇、その選手が、うんうん、初めて優勝戦、最後の優勝決定戦の最後の6艇まで入ったわけ。ああ、はい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 。予選に勝ち上がって、うん、で、うん、その優勝戦の1号艇に入ったわけ。え？インコース、うんうん、一番危ない、勝ちやすいと言われる。はいはいはい。入った。はい。誰しもがね、うん、初優勝決まったと。ああ、はいはいはい。サネモリ選手、はい、思って見てたの、応援してる人たちは。うんうんうん。でも優勝戦で、うん、サネモリ選手、うん、フライングしちゃったわけ。え？あ、で即失格になっちゃって、はい、優勝できなかった。はあ、はあははあ、いや、そうそう、それかわいそうすぎる。これがだから結構、うん、
ファンにとっては、うんうん、ショックというか、いや優勝逃しちゃったかみたいな。はい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 。実森選手実力、まあそのだかもしれないけどね。でも実力は全然優勝、もう普通に走ってれば、うん、優勝できるレベルのね、レベル選手。それが結構ファンの中ではショックで。はいはいはい。そう。なるほどね。そうなんだ。そうなんだ。いやいや、まあまあまあそうなんだ。まあまあ。それが台湾行った一番の思い。一番の思い。絶対嘘じゃん。え、でも台湾行って、まあ、いろんな選手がいたわけじゃん。あの国籍だったりとか、うん、その辺でなんか例えば韓国じゃなくて台湾の人、中国の人、韓国の人とか、まあ、この辺の国以外の人もいたんだ。いた。例えば どんな？あのね、静岡、うんこだ。袋こう立派だね、うんち。でかいから、ね、チワワと違うわ、全然。すごいね、エネルギッシュだわ。アジアらへん以外はどこの人がいたの？コートジボワール、ハイチ、ほい、チリ、ほい。結構いろんな人いたよ、いろんな国の人。あ、言葉、日本、韓国、英語、みんな英語。ああ、そうか、そうなるのか、うん、多分英語だけでちゃんとあれ取れんの、あのコミュニケーション取れ取れ。うん、やっぱ一番気になったのはやっぱ静岡支部の坂部有沙っていう選手がいて、うん、いや、チームの、いやいや、あの静岡支部のボートレーサーなんだけど、ボートレーサー、坂部有沙さん、お母さん、坂部有沙、坂部有沙選手、うん、最近できて、うん、体中の人じゃない、ボートレースで4階級あるわけ。4階級 A1 が一番強い、はい、あ、じゃあ、まあ J1、J2、J3、JFL みたいな、 A1、A2、はいはい、B1、B2 多分、はいはいはい、4つクラス、その選手、うん、多分ね、一番下なのかな、はい、B クラスなの、 B2 か B1 で、はいはいはい、 A クラスってないわけ、うん、でもめっちゃうまくて、はい、その、まあ、デビューしたてなんだけど、うんうん、その、あの6号艇から1位取るって相当難しいの。あ、もう場所、場所的に、はい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 、インコースが強いからさ、うんうんうん、でもその選手6号艇からスタートして、うん、はい、ブーンって外、外側をバーって、バーって行って1位取ったりするの。え、内側回ってくるんじゃなくて外側で全部グワーンっていくの。そう、はあ、かっこよくて、はいはいはい、確かにかっこよさそう、かっこいいでしょ、うん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 、かっこいいんだよ、そんなやばいんだ。そういうことをやる B クラスの選手で、はいはいはい、今めっちゃ注目されてる。へえ、若手有望感、おさかべ選手、おさかべありさ選手、はい、元空手やってるって。え、なるほど、小さい頃からやってた、やってたみたいな、はいはいはい、強い感じなのね。そう、体幹しっかりしてる、はい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 、はい、なるほどね、なるほど。まあまあ選手、まあそういう選手もいたとか、結構さ、おすすめおすすめね。で、まあそうそう、で試合とかさ、体中でさ、うん、まあ、2シーズンやったわけじゃん、うん、で1シーズン目って結構優勝争いとか、うん、なんかしてたよね。いや、してる。あれ、おいで、ちょっと引っ張っちゃって、はい、はい、行こう。そう、そのとかでさ、結構こう、なんて言うんだろう、あのゴール気持ちよかったなみたいな。ああ、ある。やっぱね、その見てて気持ちよかったのはね、うんうんうん、高田光選手、うん、ああ、高田光選手の、うん、いるんだ。いや、ボートレーサーでいるんだけど、高田光選手。また？その選手、3号艇っていうね、3番、うん、3号艇の時、うん、めっちゃ強くて。はい。まあ、場所っていう感じなんだよね、そうそうそう、3号艇っていうね。3号艇の時、はい、その、また、うん、
外、その1号艇、2号艇をまくって外からザーンってこう、はいはいはい、ターンして1位取っちゃう、絶対。すごいんだから、それを何回も何回もやるから、はい、本当に何だろう、3号艇に高田光選手いるときは絶対1位だよみたいな。ああ、もうボートレースファンの中では、はい、結構もう定番、もう勝てないんだ、もう3号艇に。そう、3号艇に入っちゃったら、うん、まずスタートがすごくて、はいはい、スタートすごいし、うん、ターンさばきもうまいから絶対1位になっちゃうっていう、その、うん、すごい本当にね、うん、感動するから、いい、いいんだ。あ、いや、うん、いいんだろうけど、いやだからね、その、まあ、ゴールさ決めてるじゃない、うん、あの今のシーズンも、うん、ヘッドで、ね、この間決めてたりとか、やっぱこうヘッドで決めるのと、うん、やっぱり足でね決めるのと、やっぱこう気分的に違うもんやっぱある、実際。まあなんだろう、うん、うん、2020年で俺はアビスパを辞めてギリシャに渡ったわけじゃん、うん、っていうのは、ね、なんだろう、なんかもうこのまま、うん、なんか日本じゃなくて海外のチームでもう一回こう、うんうん、プレーしてこう、はい、海外の G リーグの熱はもう十分感じたからさ、あ海外のエネルギーを感じたいなっていう思いで、うん、また海外に飛び出したわけさ。はい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 、ね、うんうんうん、だまた海外のチームでゴールを決めるっていうのがこう、なんか一個こう目標、はいはいはい、だったから、それはギリシャだし出れない、そうだね、コロナ、パラグアイでも点取れなくて、うんうんうん、で台湾で取ってこう、なんだろう、よっしゃみたいな思いがあったわけです。はいはいはい、そうだね、やったぜみたいな、やっちゃったぜみたいな思いがあって、うん、っていう話で言うと、うん、さっき言った丸亀の実森選手、うん、フライングと優勝戦でフライングとって悔しい思いしたわけ。そう、1号艇で、はい、絶対優勝できるって言われてたのに、うん、失格になっちゃった。はいはいはい、悔しい思いしたわけ、1年間。ああ、そっか、その試合もう1年後にしかないからね。そのまあ、というわけじゃないんだけど、その、なんだろう、あのね、うん、その隣に1号艇でしょ、うん、2号艇にいたのが、うん、平山千佳選手、ちょっと平山千佳選手っていう、ちょっとまた強い A1 級の選手が、ね、うん、隣にいたわけ、はいはいはい、その人、うん、で2号艇に入ってきて、うん、プレッシャーをかけ、平山千佳選手が実森選手の横にいたから実森、うん、選手は焦ってフライングをしたっていう風に、はい、ファンの中で言われてる、言われてた。あ、そういうことね。平山選手がすごく、うん、その実森選手を乱したんじゃないかっていう見方をしてるファンというか、ファンもいるわけです。はいはいはい、まあ、だから言うたら結構実森選手からしても、うん、なんだろうな、まあ言葉には出してないけど、うん、何クソっていうの、あなたのそのプレッシャーが、はい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 、あったから少ならこう前にしてまったっていう、その悔しい思いがあって、はいはいはい、すごいよな、でもそんだけプレッシャー与えられる存在ってことでしょ。そうそうそう、結構だから強くて、ね、A1 級だ。なるほど、それが今年の、はい、
先月かな、はい、ぐらいに、うん、同じまた丸亀っていう場所で大会があって、はい、そこで実現したわけ、うん、おー実森選手 VS 平山選手、はいはい、長くないでもその話、うん、実現して、はい、うん、で、うん、隣同士になったわけ。へえ。そしたら、うん、実森選手はちゃんと勝った。はいはいはい。平山選手を今回は倒した。あだ打ちというか、はい、うんうんうん、あの時の悔しい思いを晴らしたわけ。うん、ああすごい。そう。ドラマチックだな。それ。それ。いやかなりドラマチックだよ。それは。ドラマチックな勝ち勝利をしたわけ。すごい。実森選手。うん。あの優勝戦の悔しい思いを晴らした。うんうんうん、それ、で、まあ、まあ結局みんなとはチームの選手って結構変わったんですよ。あの去年っていうか1シーズン目と2シーズン目とめっちゃ見てくる。変わった？そんな変わってない。何人か入ってきてぐらい。メンバーやっぱ毎年変わるから。半分ぐらい変わっちゃう。いや、既存の選手もいるよ。あでもやっぱ毎年新しい選手は研修して、うんうん、いっぱい上がってくるから。なるほどね。あじゃあまあそんな、まあ、結構まあみんなとは仲良くて。なんか飯食い行ったりとかさ、なんか遊びに行ったりしてたもんね。あ意外とね。意外とね。まあ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 。それは。だまあそれで結構仲良くなって、やっぱり仲いい方がさ、いいんでしょ。一説とか。そういった面でも。いやなんか一番さ、なんか、でその台湾のおすすめスポット的な意味でもそうなんだけど、ここ面白かったなみたいな、ここ美味しかったなみたいな、ここ面白かったよみたいなやつ、行ってみたい場所じゃない。あまあまあそれでもいいよ。これからあれば大村。大村、うん、まあそういう村がある。いやいや、そういう町な、長崎なんだけど。へえ。なんか日本で、うん、日本で初オートレース場ができた場所が大村らしくて。うん、またそうで、うん、ほんと歴史のある場所なの。長崎にある大村。はいはい、行ってみたいね。行ったみたい。いやだから台湾はそう、まあまあ、行ってみたくて。長崎自体行ってみたいしな。それはまあそうなんだけどさ、協定場の歴史があれだから行きたいってこと。そう、一番古い歴史のある場所だから。うん、大村ってインコースが強いって言われて、他の城って、うん、さっき言った6が勝ったり5が勝ったり4が勝ったりするのよ、うん、大村って1が勝つ確率がめちゃくちゃ高いの、うん、どの場所より、はいはい、だから結構その初めてやる、うん、初めてボートレースやりますよって人は、うん、大村から始めるみたいな。だって1が勝つから。あ、血をかける人たちっていうね。そう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 、はい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 、多いらしい。予想がしやすい。はいはい、なるほどね。そうそう、結構見たりする。結構見る。 YouTube で毎日やってるから。はいはいはい、配信は中継とかも見たり。中継見てた。そう、今日とかも見てた。今日は見てない。見てない、うん、時間なかったから。もうじゃあ結構まあ競艇は好きみたいな感じ。競艇好きなんで面白い。ダイナマイトボートレース。ダイナマイトボートレース。